戦闘開始。行くぞ。待ってろ、お前を生かせはしねえ。キミマルを抑えた渦巻きナルトは先へ先へと進み、そしてその足は轟音響く渓谷終末の谷へと立った。目の前に見えるはライバルであり最大の友であるサスケの背、力に魅せられ、もはや以前のサスケとは異なる雰囲気に包まれた彼を前にしても、ナルトはつながりを叫んだ。しかしサスケの心につながりはすでになく、ナルトの言葉は耳に届かない。言葉はない、言葉はもう通じない。渦巻きナルトは力ずくでも連れ戻すために歯を食いしばり、拳に力を入れ、サスケへと挑んだ。俺はオロチマルのところに。あいつはお前の体を器として欲しがってる。そんなところに行かせられっか。そんなことはどうでもいい。俺の目的が達成できればそれでいい。できやしねえってばよ。力ずくでも連れ戻す。戦闘開始。No!
衝撃が渓谷を揺らす。渦巻きナルトとウチハサスケの戦いは静まることはなく、ただ激しさを増してゆく。友をつなぎ止めておくために、そして友とのつながりを断ち切るために、ナルトは九尾を、サスケは樹林を、両者は禁断の力を解放する。まさに死闘、決着の時が迫っていた。ウチマルのところには行かせねえ。ナルト、お前も特別な力を隠し持っていたようだな。だがな、俺はお前以上に特別だ。お前は絶対連れ戻す。